にゃっ。ではここでフランス謎解き。日本は5、イタリアは3、イギリスは4。その場合フランスに入る数字は何でしょう。理由も合わせてお答えください。なんだこれは。謎謎というか謎解きというか、気づいたらあっという間にトントントン。え、まず日本の5を考えてみたら。そう考えてんだけど何にも出てこない。何がどうですかね日本は。ちなみに他の国でもございます。ドイツだと4、中国だと3、アメリカだと5。で法則分かってるから全部言えるの。僕は言えますね。さあ何でしょうか。いやこれ激むずくない。さあ難しいですね。ここまで沈黙が続いたのはなかなかないですかね。え、これ俺でもできる。なんとか国言われたら答えられる。答えられます。フランスは特に全ての国に一つあるもの、一つある。分かったかも。初めてこういうの分かったかも。あったか分かんないけど分かったかも。あ、5にも4にも3にも行ったことあるかもしれませんね。あ、絶対あってると思う。初めてあってると思う。はい、フランス2。なぜ。首都の文字数。正解。そうでございます。日本は東京5文字、イタリアローマ3文字、イギリスロンドン4文字、フランスはパリで2文字と。すげえ顔してるな。もうあれ顔してる。だってあの人もう2週間何も食べてない。2週間人は何も食べないとこういう顔になりますね。ちょっと痩せたんじゃないの。2週間何も食べないんじゃないかな。仁義なきの顔ですね。ロシアは。ロシアは4。なんで。モスクワ。え、ドイツは。まだやってた。まだやってんだよ。まだやってたんだけど。ドイツは4です。中国は3文字です。北京。正解。何なのこれ。俺それこうなるんですよ。だって何も戦ってない。ただ今北京って言ってさ、はい、正解の音が聞こえねえなと思ってさ、はい、あ、それ俺だって負けてんだ。やってゲーム。何食べようかな俺今日。この後帰って。この後ですか。最初の文字は。た。玉ねぎ。ブー。なんだよこれ。めっちゃムカつくんだけど。卵。ブー。さあ答えください。た。タコス。ブブブ。あ、惜しい。惜しい。ブブ。惜しい。惜しいですよ。さあ、ってことはそっち系なのか。はい。わかんない。え、タピオカ。ブー。ブーです。たこ焼き。ブー。タコス。タコ。ピンポーン。なんだよタコだ。なんでタコ買うの。俺めっちゃ楽しいわこれ。皆様明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。